マッハ3を記録したアメリカ軍偵察機の SR-71 熱の壁とは航空機にとってマッハ3付近の速度で飛行が困難となる状況を表す。熱の壁に類似した言葉として音の壁が広く知られている。音の壁は航空機の速度が上がり音速すなわちマッハ1に近づくにつれ飛行が困難となることを言う。この困難は 空気の圧縮性の影響から生ずる増波効力の急増、翼表面に生じる衝撃波の交流における流れの剥離、その多空力変化や空力男性的な問題によるものである。しかしこの音の壁は1940年代には実験機によってまた1950年代になると実用機によっても突破された。そして一旦音の壁を突破してしまうとほどなく、 マッハ2級の超音速機も登場した。マッハ1を超えるとその先は、空力的な変化や、急激な効力の増加が生じないため、そして当時のターボジェットエンジンは高速であればあるほど、効率が高いためである。この時期には、航空機の開発がそのまま進展すれば、マッハ3級の機体もほどなく開発できるとも見込まれ、実際、音の壁を、 かろうじて突破した時期に早くもマッハ3級機の開発が進められる状況であった。リパブリック社はその極端な例であり、ロケットエンジンの補助でかろうじて音速を突破できる X 解91の不採用の後、続いてマッハ3.7を目指す X 解103の開発に着手した。しかしながらマッハ3付近において新たな壁が立ちはだかることとなった。 それが熱の壁である。飛行速度がマッハ3付近に近づくと高速な機体の移動のために空気が急速に圧縮される断熱圧縮により高温になった空気に機体が加熱され高温となる。高度1万メートルマッハ3の飛行で淀ド点温度摂取350度を超えるところが生じる。この温度では航空機の主要な素材である。 アルミニウム合金の使用温度限界摂取155度を超えてしまう。そのため、マッハ3を突破する機体の構造材の候補となるものはスチールやチタニウムを主体とする各種合金であった。実際には前者は比重が高いため航空機には向かず、後者は加工が極めて困難。また構造材の耐熱性に加え、乗員や電子機器、燃料など、 機体内部をも熱から保護することが必要となり、さらには熱膨張に伴う機体の変形にも対策が必要となった。1950年代から1960年代にかけてこれらの課題を克服する手段が実際に開発され、マッハ3に達する試験機も製作されたが、ほとんど実用化されなかった。前日の各課題を克服する機体が極めて高価となったことと、 マッハ3を達成するための他の性能面での影響が大きかったからである。数少ない例外はアメリカ中央情報局の偵察機 A-12 と同期を空軍向けに手直しした SR-71 であるが生産数は非常に少ない。ナオミグ -25 もマッハ3以上の速度で飛行した実例が記録されているが機体の運用限界を超えたものだったと言われている。 1970年代以降から現代までの戦闘機は水力重量比では60年代までの超音速航空機を超えているためエンジンパワーとしてはマッハ3をも超える潜在能力を有していることになるが耐熱強度及びその他の理由によりその最高速度はマッハ2級あるいはマッハ1級に止まっている機体も存在する。X-2 マッハ3.5を目指した。 ロケット動力の超音速実験機。試験飛行では、マッハ3.196に到達したが、その直後に操縦不能に陥り墜落した。X-7 無人超音速実験機。最大速度は、マッハ3.78。X-15 ロケット動力の極超音速実験機。最大到達速度は、マッハ6.7。 X ナ -103 マッハ3.7を目指した戦闘機。シタン合金を使用。モックアップのみ。X ナ -108 マッハ39五 A 戦闘機、溶撃機。モックアップのみ。XB-70 マッハ39爆撃機。ステンレス合金を使用し、ハニカム構造を採用。熱の壁による高温への対処と引き換えに、機体強度は極めて脆弱。 かつ運動性が低く、あらかじめプログラムしたコースしか飛行できない。試作のみ。A-12 マッハ3級偵察機。CIA 所属。チタン合金を使用。世界初のマッハ3級実用機だが、生産数は少ない。UF-12 マッハ3級溶撃機。A-12 の派生型。試作のみ。SR-71 マッハ3級偵察機。 A-12 をアメリカ空軍向けに手直しした機体。A-12 同様に生産数は少ない。熱の壁付近の熱膨張を考慮した設計のため、常温時には機体に隙間が生じ、燃料が漏れ出すほどである。D-21 マッハ3級無人偵察機。母機である M-21 もマッハ3での飛行が可能。 XF8U-3 アメリカ海軍の戦闘機、海 -4 戦闘機との競争施策に敗れ、不採用になったが、NASA の高速試験機として運用された。その機体設計と、強力なエンジン水力からマッハ2.99の速力を出すポテンシャルを有していたとされるが、熱の壁に対応する設計は行っておらず、実際にはそこまでの高速には、機体が耐えられない。 ミグ -25 級ソ連の開発した迎撃戦闘機、偵察機、スチールを使用。マッハ3.4での飛行事例が確認されているが、機体の限界を超えたものであり、実際の運用上の最高速度は、マッハ2.83。発展型のミグ -31 については、今のところ確認されていない。T-4 マッハ3級爆撃機、シタン合金を使用。 試験飛行では、マッハ1.36止まりであった。試作のみ、アブロ730マッハ3級爆撃機、計画中止、ブリストル188アブロ730に使用する、ステンレス合金構造の超音速研究機、ありがとうございます。